クレヨンしんちゃんのパジャマ着てるんですよ。後でインスタ用に写真撮ろう。皆さん夜ご飯食べる準備できてますか？みんな夜ご飯を食べる準備できてるかーい？イエーイ、マッチ。はい、お、いいですね。キーホーリーよろしくお願いします。そう、タナビはもうさ、作る気力が起こんなくってさ、お鍋を買ってきました。すごい、やばい、めっちゃヒートテック見えてんだけど、どうしよう。いい？しかもめっちゃ熱いヒートテックなんですよね。あの、もう寒すぎてさ、もうなんか極暖みたいな ツインテールで隠れろ。そう、クレヨンしんちゃんのパジャマを着てる。着るって言ったけどさ、あんま見えてないよね。後で写真撮りますね。鍋です。あー、これこういう系か。ちょっと待ってください。もうタンビはもう本当に作る気力起きなくて、コンビニで買ってきました。一瞬作ろうかなとか思ったけど、別にいつも作ってるわけじゃないんだけど、昨日あたり作ろうかなって考えたけど、やっぱり作る気力が起きなかったよ。タイムはね、ちょっと雑だな。初めて食べるから。鍋はね、お鍋ですね。はい。あぶね、あ、あぶね、あぶね。こぼれそうになった。そう、セブンイレブンのね、鍋を買ってきました。なので、割り箸です。はい、ごめんなさい。それでは食べましょう。食べながら、お話をしていきましょう。はい。いただきます。はい、みんなは何食べるんですか？美味しそう。何食べるんですか皆さん。うんうんうん、タナビもね、おでん迷った。マック、とんかつ、イカチリ、野菜たっぷりおそば、インスタントカレー、カレーライス、ハンバーグ、焼きそば、刺身、チキンステーキ、おでん、中華スープ、まだ食べない、パスタ、カツカレー、焼肉定食、唐揚げ、ホッケ、カレー、焼肉、これは違った湯気が、湯気が出てますね。はい、美味しいですね。うん、おでんですよね。おでん迷ったけどさ、おでんの気分じゃなかった。ずんだパフェ、美味しそう。え、
仙台行ってるんですか？そういうわけではなくて。タービーはお鍋だけです。聞いて、タービーさん、今日さ、今日さ、パッションフォーユーさん、そう、中間発表さ、3位だったからさ、2位以内に入ってなくて、2位以内だったらアイス食べようって言って、アイス買いしましょうって言っててさ、もう今日アイス食べる気満々でいたんですよ。田辺いて、もうアイスも準備してて、けど結果3位で、でそれでアイス買いっていうのもしたいなと思ったけど、それでアイス買いっていうのもなんか田辺のプライドが許さなくて、一人で食べてました。うん、あ、ごめん、そういうなんかね、みんなを責める意味で言ったわけじゃなくて、全然ごめんなさい、ごめんなさい、そういう意味じゃなかった、そういう意味じゃなかった。そう、アイス食べたんですよ。そう、アイス食べたっていう報告をしたかった。何のアイス食べたと思います？そう、食べたもん。なんかアイス買いをしたかったけど、でもどうしてもアイス食べたいと思って、悔しい、もうアイスと思って、あ、もう当てられちゃった。そう、ハーゲンダッツの一番なんかあるじゃないですか、新しいやつ、ハニーチーズみたいな、クリスピーのやつ食べた、美味しかった。我慢はできないよ。いや、そう、そうそう、そう、順位がさ、上がるまで我慢するって言ったけど、アイス買いを我慢する方に変更しました、田辺は。はい、だから順位が上がったらアイス買いでアイスを食べましょう。アイス買いしましょう。もうね、今はね全然平気だけどね、速報の時ね悔しくて。頑張りましょう皆さん。田辺さ、どういう配信したらさいい？多分頑張るのって、田辺が頑張るのって、まあポチポチも頑張るけど、ショールームとかでさ、皆さんをさ癒したりとか元気づけたりって感じじゃないですか。メールとか、どういうショールームが見たいですか？あの、ちょっとカラオケ配信以外がいいです。そう、ちょっとカラオケ配信ね、本当にね、なんか削るんですよ、精神は削るんですよ。ただ生きていけなくなっちゃうから、ごめんなさい。なんかあの時はさ、何もさ、公演とかもなかったからさ、いろいろやることがなかったからだけど、今は結構さ、いろんなお仕事とかさせていただくからさ、精神削れないので、ちょっとごめんなさい。料理配信ちょっときついんですよね。かゆい鼻。ダンス配信、え、ダンス配信見ると皆さん頑張ろうと思いますか？どうなんだろうと思って。テレビはダンス配信好きだけど、まあめちゃくちゃ毎回ゆるいんですけど、好きなんだけど、どうなんだろう。うん。うん、ありがとう。コメントできないけど見てますね、ありがとうございます。ダンス配信好き、あ、本当？じゃあダンス配信しますね、田辺。あとは、あ、でもそっか、あれですよね、確かに。でもラジオ的に聞く方が多いからさ、やっぱり話してる方がいいのかな。普通に田辺がペチャクチャ話してるだけがいいのかな。
普通にお話配信がいいかな。ね、田辺普通にさ話してるさ、こういう配信楽しいですか皆さん。田辺は楽しいから配信してるんだけども、皆さんはどうなんだろうと思ってた。美味しいですよ。楽しいか見に来て、わすごい一気に3つも来た、ありがとうございます、じゃあ話してますね田辺。じゃあ面白いこと言って本当？そうだよね、画面に集中しない方がいいですよね。やっぱじゃあダンス配信やめますね。かゆい。だからなんかあーやはなんちゃう、なんか人と比べるの田辺あんま好きじゃないんですけど、好きじゃないのごめんね、好きじゃなくて、でも田辺は普通に配信終わったらあれ配信っていうか1位とか取ったらまたみんなでアイス会をしようと思ってます。ダメ？あ、本当？じゃあそれを楽しみに頑張ろう。そうなんかさ、よくさ誰々はこうしてるからみっちゃんもこうしてって言われるけどさ、田辺は田辺だしって思っちゃうんですよね。ごめんなさい、ごめんなさい。 なんか人と比べる必要はないと思うって思っちゃう、ごめんなさい。なんか水木なりにもそうやっていろいろ考えてるからって思っちゃいます、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。田辺さ今日なんかすごいさ本当にショックだったんですよ。最初その順位が3位だったのが本当にショックで、どうしようと思ってすごい投票してくださった、まあ、3位ってすごい順位だし、すごい順位だし、どうしようと思って、どうしようと思って、なんてツイートしようと思っちゃって、本当に悔しくって、田辺的にはもう本当に1位ぐらいの気合でいたんですよ、まあ、前回の結果もあったからっていうのも、自信もあったっていうのもあるんだけど、でも絶対1位取りたい田辺。頑張りましょう皆さん。足しびれた。まあ速報なんだけどさ、いやその速報のさなんか順位次第でさあるじゃないですか、順位で上のこの子意外と上の方だったかな、じゃあこの子応援しようみたいなのもありそうじゃないですか、ないのかな。前回そういう感じで田辺のこと応援してくださった方も多いのかなと思って、だんだん順位が高くなったのかなと思ったから、すごいなんか悔しい悲しいみたいな感じになっちゃって、ね、足しびれちゃったの。髪振りじゃない2人を応援したい人が多いんだよね、チャンスの順番的に。でもこれはさ個人の話じゃないですか、まあ、確かに、うん、まあそうだけど個人のお話だから、個人だからなんかあんまり、うん、どうしよう、なんかちょっと伝わりづらいな、やめておこう。なんかそういうこと言われるとちょっと悲しくなっちゃうなって思いました。はい、そう
すごい悔しくってどうしようと思って、本当はさツイートさあるじゃないですか、ツイートあるじゃないですか、本当に悔しくって田辺本当に負けず嫌いなんですよ、田辺って負けず嫌いだから、本当はいつもさなんかに負けたりするとさ普通にクソーと思っちゃう人なんだけどさ、だからクソーってさつぶやこうと思ったけどさ、それはちょっと違うなと思ってちょっと抑えた。でもさ、ツイッターってさどうやってアピールすればいいかわからない。多分ブログとかにもさなんか協力してくださると嬉しいですとかさいろいろ書いてるけどさ、なんかあんまり書きすぎてもうざがられちゃうと思っちゃうし難しいんですよね。そう、心の声、多分誰でもさ悔しかったらクソーと思っちゃうよね。多分は思っちゃうけど、それを言葉にしようと思っちゃったけど、しそうになったけど止めた当たり前のことなんですけど。なんで譲ったらとかそういう言葉が出てくるのかがよくわからないんだけど、田辺てかもう出るって言ってもうさ、ファンの人もさ頑張ってくださってるからそんな譲れないですね。何回言ってもいいのかな、協力お願いしたら。だって悲しいんだもん、普通に。だってさ、ごめんね、ひどい田辺もめちゃくちゃ悪いんだけど、それは自分でも悪いっていうのは分かってるけど、なんでわざわざここで言ってくるんだろうと思っちゃう。なんか直接さ本人にさ口で言えないことは絶対言っちゃダメだよねって思う。ごめんね、マジでマジレスなんですよね、田辺めちゃくちゃ言われるけど、うん、ちょっと無視する。うん、ブロックしちゃった。野生の会いたい気持ちを熱く話そうですね。初めてブロックしたかもしれない、ごめんね。だってさ、だってせっかくファンの人とさ話し合ってんのにさ荒らしに来るのはさ嫌なんだもん。荒らしに来ないで、黙ってすってやるの、ごめんね。切り替えていこう、はい、切り替えていこう。そう、って何の話だっけ。どうすればいいかわかんない、田辺。なんかショールームとさ、モバミめっちゃ頑張って力抜いてなかったからさ、今回も最初の方から、だからどうしよう、余計どうしようと思っちゃって今日。ちょっと無視するね、ごめんね。そう、
はい、そうで、なんだっけ、なんかさ、違うの、コメント読んでるとさ出てくるんだもん、なんでなんで出てくるの、こんなに。ただ表情に出ちゃうからさ、もうそう感じ、あの感じ取ってください。アピールね、難しいよね。なんてツイートすればいいんだろう。スルースキルないんだよね、田辺ごめんね。そう、あんまりさ、いなかった、そういうさ、そういう方がいなかったから余計そういう風に、いなかったからこそスルースキルがない。平和だから、田辺のファンの方。雑誌に載りたいっていうことをツイートするのね。話、新潟に届けたい話を。じゃあ後でそれ今メモしておきます。メモしておこう。雑誌に載りたい、忘れちゃうんだよね、食べメモしないと。雑誌に載りたい気持ち、なぜ1位にこだわるのか、すごいなんか学生の気分、田辺今。でもご飯食べながら大丈夫そう、田辺配信。なんかさっきやめてくれみたいな感じでさ、でお腹も鳴ってるの、本当にお腹鳴ってるんですよ。やめた方がいいんだったら、田辺後で食べます。食べていい、本当ごめんね、一生お腹鳴ってるの。もう冷えちゃってるんだけどさ。もうね、鍋ほとんど冷めてるんだよね、割と。え、美味しい、つみれ美味しい。一口大きくて好感度は本当違うの。このつみれね、箸で切れなかった、硬くって。でもさ、一人暮らしになると誰にも気使わないから口めっちゃでかくなっちゃうんですよね、一口が。だからさ、逆になんか誰かとご飯行くときめっちゃ緊張した。
いっぱい食べて大きくなるんだよ本当。でも田辺もう二十歳の年だよ今年で。大丈夫そう？優しい、みんなお腹減ってるね、食べて食べてって優しい、泣きそう田辺。本当に優しいですよね皆さんって。何その優しいの田辺さん、本当に心があんま綺麗じゃないから。田辺は仲いいよ、泣きそうにはなるけど仲いいよ。でもさ、やばくない？泣きながらさ食べてたらやばい人ですよね。どうしたのって感じ、どうしたのみたいな、ホームシックみたいな。そう、ランクインして泣きましょう皆さん。なんかね、速報もできれば1位っていうか、まあ1位でもあんまりさ言っちゃうとあれですよね、うるさいってなっちゃうよね。速報もさ、アイス買いしたいからさ、速報でもアイス買いしたいし、普通にアイス食べたいしそれ目的じゃないんだけど、全然そうじゃないんだけど、全然まあちょっとこ10割のうち1割ぐらいは入ってるけど、だけど速報で、速報じゃない、中間でもさ、みんなでさ喜び合いたいからさ、やっぱりなんか県内行きたいですじゃなくて、なんかやったーってさ、なんか謝らせるのも申し訳ないからさ、頑張りましょう皆さん。1位にも泣いてるし、アイスも食べたいいやだけどアイスは本当にこれぐらい、これぐらい、うん、雑誌の表紙目指してるよ、だって目指してる、もちろん。え、本当今回みっちゃんおた以外でも知らない、本当ですか？なんかさ、田辺のファンの皆さんってさ、まあ頑張ってる方ももちろん分かってます、皆さん頑張ってるのは分かるんですけど、頑張ってる方はなんだろう、いやだからツイートしてる方とかも全然すごい頑張ってくださってるんですけど、頑張ってる方であんまりツイートしない方も意外と多くって、ハッシュタグとか多いから、多分それだけ頑張ってるってことなんだろうけど、だからなんかあんま反応が少ないから今回どうなんだろうと思って緊張してました。ありがとうね皆さん、3位でもすごい嬉しかった。みんなでさ嬉し泣きしながらアイス食べようよ、1位だったねーみたいな。友達いないの友達いないの、え、なんかそんなことなさそうだけど、分からんけど、全然本気出します。頑張ろうね田辺も、頑張るよ田辺。昨日全然寝れなくってさ、今日メール送ってくださった、メールは2つ謝りたいことがあります。そう、まず1つ目が、今日本当に怖くて、速報が怖すぎてずっとあれだったんですよ、夜寝れなくって、朝の5時くらいまでずっと寝れなくって、もうギリギリまで、なんならもうギリギリまでやって、
なんかそのお速報発表前に起きればいいんじゃないかと思って、それでめちゃくちゃ朝の4時くらいにメールを書いてたんですよ。ごめんなさい。そう、あと2つ目が田辺はってなんかすごい自分のこと言うんだけど、その田辺はを田中はって言って、本当誰ごめんなさい、本当にもう5時ひどすぎるので反省します。本当ごめんね田中さん、ごめんね、知らんと思っちゃった。でも多分自分で誰やってなんて、今回は誰にするか迷ったけど魅力な、ありがとう。ほんと知らんよね、皆さんも知らんけどって感じだよね。田辺もマジで知らん、田中さん誰と思って、うん、ごめんね全国の田中さん、ほんとごめんなさい。田中は知らんとか言ってもさ、あ、内容言っちゃった、ごめんなさい。そう、気をつけます、ちょっとごめんなさい、メールの内容言っちゃった。そう、知らんってさ言っちゃってさ、ごめんなさい。それもちょっと後から反省した、その勢いで言っちゃったけど。あ、時間お隣さん謝っといてください、その田中さんに、うちの推しが田中は知らんって言ってしまって申し訳ないですって言ってください、言っといてください。そうそう、田中角栄さんがいるじゃないですか、やべやべ。よく間違いに気づいたね、みっちゃんメールを見たら田中さんなんちゃう、田中って誰みたいなさ感じですごい書いてあって、えっと思って見たら田中なんちゃらこんちゃらってメール打ってたから、やばって思って、誰誰って思って、思ったよ。うんうん、うん、自分のメールはもう見れ、なんだろう、普通に自分のメールを送信、なんか送信履歴みたいなので見ました。美味しかったです、鶏肉を食べました。ごめんね、本当にさ5時がひどいの、みずき反省してるんだけどなかなか治らないんだよな、急いで。なんかモバメとかって結構割とさ感情とかで送ったりしてるから気づきにくい。おいしい、おいしい、でもめっちゃぬるいでもおいしい、鍋っておいしいよね。気にしなくていいの、うん、おでんじゃないんですよ、なんかね鍋です、もうちょっとで食べ終わるよ。うん、鍋場とかあんましない、なんかさ
だけかな、新潟っていうか田辺の地元だけかな、田辺の地元の友達みんな鍋パしないんですよね多分そんな温まるために、その温まるために他の人の家に移動するじゃないですか、もうその移動が寒いからみんなもう家にいるみたい、多分鍋パ、新潟でいた頃さ鍋パしてるっていうの聞いたこともない聞いたこともないししたこともない、友達も、え、そう、移動がさもう雪じゃん、雪だからさめんどくさいみたいなところはあるよね。うん、そんな寒いの、田辺なんかめっちゃ雪がさ、なんか積もるんですよ。え、鳥ちゃんこ鍋。うえ、すご、それです。美味しいので食べてみてね。うん、これのつみれみたいなのがマジで美味しい。最後の一口に取っておく。うんふんふんふん、そう、食べて温まっても帰る気冷めんですよ。新潟の時って本当にさ冬マジで家から出ない、寒い、なんかの季節のイベントとかクリスマスとかさ、そういう時はさ友達と遊んだりはするけどさ、高校終わって放課後に遊ぶとかはあるけど、マジで引っかかってない、鍋パしたことない。夏とかは友達の家泊まったりはしたことあるけど、冬は本当に出ない、寒い寒い寒い、移動したくないもんうん。そして田辺もね結構割と家族でねのんびり過ごすのが好きだから、うん、そうだね、めちゃくちゃ改めて思うけど鍋パしてるの聞いたことない、地元にいた時。食べながらショールーム苦手な方なのでなのであればちょっと見ないでっていうか退出されてください、多分不快に思われてしまうので皆さん。でもね田辺もどうしてもお腹が減ってるから食べさせてください。チャーベの家のね定番鍋はキムチですね、キムチキムチ、チャーベの家めっちゃキムチ、だキムチ大好き、豆乳キムチ鍋大好き、家族、田辺がね一回ね食べた時にめちゃくちゃハマってね、一時期ね4日連続とか1週間弱ぐらいね豆乳キムチ鍋にさせてた時期があった。ごめんね、めっちゃなんかお母さんがねすごい迷惑そうに、なんかさお買い物とかさ家族で行くとさ会うじゃないですか、ショッピングモールとかでさ他のお母さんの友達とか知り合いとかに会って、そういう時お母さんめちゃめちゃくちゃ話す人なんですよ。そういう時になんかうちのさ娘がハマって4日連続ぐらい食べてて、すっごいハマって食べてるんだよみたいな感じで言ってて、
ごめんねと思いました。あと一口で終わりだから終わります。うん、うちの娘がなんて言わないけど、みずきがめっちゃハマって、この間4日5日連続ぐらいで豆乳キムチ鍋毎日食べてたのみたいな。でもね、楽だって言ってた、鍋だと楽だって言ってた。ミルキって呼ばれてるよ、お母さんには。やっぱめっちゃヒートテック見えてんだけど、どうしよう。そこにね、鍋にね、お餅入れて雑煮みたいにするとマジで美味しい。お雑煮、鍋っていうかお雑煮だね。だってさ、実家住みの時は自分のことみずきって呼んでたんだもん。ここ入ってから田辺って呼ぶようになったの。しかも田辺、そう、家でさ、田辺さーって言うとさ、みんなえって反応しちゃうじゃん。ね、話しちゃうよね。だってさ、ね、田辺さーって言うとみんなえってなっちゃう。全員田辺だからさ。そうだよね、みんな田辺だから。でも田辺って名字珍しいですよね、あんまいない。ゆうけんのね、地元にもいなかった、田辺はいなかった。田辺全然いない。え、田辺に会ったことない、むしろ。どこにいても田辺に会ったことはない。え、田辺会ったことないよ。なんか佐藤とかさ、佐藤めっちゃいたな。佐藤と、佐藤渡辺がめちゃくちゃ多かった。レアだよ、田辺レアだよ。でもさ、なんかあるよね、和歌山県に田辺市ってあるよね。全然関係ないけど。あるよね、和歌山にさ、田辺市っていうのあるか、めちゃくちゃあるあるで、学校のさ時あるあるだけど、そういう田辺市って出てくるとさ、みんなあみっちゃんだみたいな。え、懐かしい、リアル鬼ごっこさ、佐藤さんな、ルールめちゃくちゃ忘れたけど、なんかあるよね、こういう名字でなんちゃらみたいな。佐藤さんめっちゃマジで大量にいたから、佐藤さんばっかりだった。
京田辺市って読むのかな。同じ名字なんだ。田辺が田辺に会いに行く。だやったらダブル田辺じゃん。待ってますよ。あ、鈴木さんも、鈴木さんもいたような、いないような。佐藤さんが圧倒的に多い。ね、AKB にさ、そう、田辺さんいたけどさ、感じが違ったんだよね。あ、同じ。なんか総選挙とか見ててさ、田辺美久さんでしたよね、確か。そう、田辺美久って言っててさ、えっと思ってみたら感じが違うみたいな。めっちゃ記憶に残ってる。覚えてよ、同じ田辺さんですね。相川さんが相川さんなんかしね、面白い。瑞希はさ、いっぱいいるけど、田辺はあんまいないよね。またさ、お母さんの話になるんだけどさ、これもさ、お母さんさ、占いみたいなのほんと好きなんですよね。あのほくろの話もそうなんだけど、占いみたいなのめっちゃ好きでさ、なんか人の感じとか勝手に調べるのね。なんかほんとなんか余計なお世話って感じなんだけどなんだけど、なんか田辺あんたの感じの隠すあんま良くないらしいから、めっちゃでくんじゃね。ただあんまりそういうの気にしなくて、占いとかはまあ自分で調べていいやつを信じるとか、当たってたやつを信じるって感じなんだけど、あんまり人から言われたのって信じなくて。そう、え、それな、親があのさ、自分のお母さんが言うことかと思っちゃうね。よくないらしいよってへーみたいな。うん、名前つけたのお母さんだよ。親がつけた名前なのにさ、よくわからんけどね。多分さ、瑞希のお母さんも結構アホっぽいところあるんですよ。アホっぽいところさあるから、そうそう、綺麗な名前だからって瑞希になったんだけどさ、ね、調べなかったのかな、数とか文字の数みたいな。まあ別にいいんだけど、田辺全然そういうの気にしないから。だってもうしょうがないし、田辺瑞希だもんみずきの傘めっちゃ占い信じるんですよね。いい名前、ほんと感謝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 。手相も信じるの。でもなんか、あ、そう、みずきの傘手相もめっちゃ信じるの。本当にさ、そういうのめっちゃ信じるの、みずきのお母さん。マジ信じるの。ええ、ね、瑞希生命線めっちゃ短いよってめっちゃ言われて、ちっちゃい頃言われて、大丈夫大丈夫みたいな。え、生命線あんた短い、めっちゃ短いじゃんって言われてさ、
多分そんなの分かんないからさ、ちっちゃい時なんて分かんないから、へえみたいな。でも言われた記憶はめちゃくちゃあるんですけど、それでそう言われて、でそんな大きくなってから見たら、えめっちゃ伸びてんじゃん生命線、よかったねとか言われて、よかったね、よかったね、多分全然気にしてなかったけどなって思うんだから、うん、いやよかったね、伸びたんだみたいなごめん口なっちゃったそう生命線がさ伸びたって言われてさ、生命線って伸びるんだと思って、線入れれるんだ、そうなんだ、うん、結構ね仲はいいんですよ、仲はいいけど喧嘩するときマジガチガチの喧嘩をします。でも喧嘩の話はしないですけど、この間いっぱいしたので、なんか田辺さ、手相を一番信じないように頑張ってる。なんか田辺の手相さ、いつもさ友達とかに見てもらってもさ、いいのないんですよね。いいこと言われた時、いいこと一回もない。そう、ただのシワだと思って、その時のさ手のさ、そのこの手のつかみ具合にさ、曲げ具合でできたシワだって思うように頑張って、でも最近ここ数年ずっとやってないんですよね。信じてんのかな、なんか絶対信じないと思って、信じてないけどなおさら信じないと思った。まつげは地まつげです、ありがとうございます。確かにマイク持ってるからさ、もう変わってそう。8時くらいまで配信しようかな、どう？8時くらいまで配信したら皆さんポチポチはかどりそう？なんかなんだかんだ話したら8時くらいまでになりそう。タイムもねポチポチ後でしたいんだ。まつげね羨ましがられる、嬉しい、めっちゃこだわってるから。まつげはマジで中学生の時からずっとこだわってる。メイクで一番最初にやったのまつげだし、最近厚毛ファンは更新してないよしないよ、してないんです。最近さ歯をやってからさ、こういろいろやってからさ、すごい歯紅をするんですよね、めっちゃ気になっちゃう。まつげ抜けないように美容液をつけて頑張ってる。でも最近塗ってないんですよね、サボってるから、ここ1週間サボってるからちゃんと塗ります。あーそう、リカフルッシュ、今日はオレンジ、わかる？オレンジなの。
僕も握手会に行くとメンバーにまつげくんって、ね、まつげが長いってことですか。羨ましい。ハベリって言わないかな、みずきだけかな、歯についてるよかな、ハベリ、みずきだけかな。気になる、ハベニって日本語あるのかな、ちょっと不安になってきちゃった、調べてみます。何でもすぐ調べる。この間横にゃんさんと行った時も何かをねめちゃくちゃ調べてたんですよね、すぐ調べてた。あ、ハベニっていう言葉ありますね。何でもすぐググっちゃいます田辺。皆さん、あの女性の方がハベにしていらっしゃったら、ハベについてるよハーじゃなくて、ハベについてるよ、ハについてる、軽く教えてあげてください。ギャーってね笑うとね多分ねヒンってなっちゃうから、皆さんハベについてる方がいらっしゃったら、ハベについてるよって軽くさらっと言ってください。いや、どういうこと、ビューラーしてる時にくしゃみしてほぼ抜けた、やばくない、どういうこと、そんなすぐ抜けますね、まつげって。でもさ、教えてあげないとさ、永遠と自分がさ、あれですよ、ハベについてる、どうしよう、いた方がいいのかな、どうなのかなっていっぱいいっぱいになっちゃうよ。そう、しかもそのハベにしてる子が恥ずかしい思いをしちゃうからさ、その後ずっと手鏡を吸って渡されるより、田辺ハベにしてるよハベにしてるよって言われた方がいいな、田辺はね、田辺はね。そう、教えなかったらメンバーみんな恥ずかしいから、うん、遠くから言われても大丈夫、田辺言われたことありますし内緒ですが、内緒ですかってここで言ってる時点であれだけど、さりげなく撮ってあげる、絶対無理ですよ、撮れないですよ、どうやってタイミング合わなくない？まあこれは田辺基準なので、はい、田辺基準だけど、普通に歯磨きに誘うとかじゃなくて、遠回しじゃなくて、ハベにしてるよ、なんで田辺こんなハベについて語ってるんだろう皆さん、めっちゃハベニについて語ってた。なんでハベニの話になったの？あ、それは田辺が歯につくようになったって言ったから。ね、多分皆さん経験しないからすごい質問してきてくださったから余計話が盛り上がりましたね。メンバーハベニオイルだってみんなさ急いでるもん、急いでるもん、みんな急いでさ公演前とか、でも皆さんの前でさやっぱ可愛くいたいから、可愛くいたいから、少しでも可愛くいたいから
リップ塗らないとやっぱ顔色悪く見えちゃうし、可愛くいたいから急いでメイクをしてそうなっちゃってるだけなんで、別に誰もねわざと派手になってるわけではない。握手会、触れてください、田辺は触れてほしい。だってずっと派手に、だって言われるじゃないですか、一生派手についてる女の人になっちゃう。毎回来た人に思われるの恥ずかしいもん。あ、ハベに、あ、ハベにって思われたら嫌だ。でもハベにがついてるかわかんない、歯についてるよって言った方がいい。まあ田辺論なので田辺にはいつも言ってください。握手会で服にご飯粒ついて、その教えて、その日終わったことある。ああそういうことか、ご飯粒がついてたってことか。可愛いですね。だってそれってさ、絶対さ、その握手会の少ない時間でさ、少ない時間、まあご飯食べる時間が多分きっと少なくってさ、早く急いで食べなきゃって言って食べてさ、それでついちゃったってことですよ。可愛くないですか？タイムの頭おかしいかな。可愛いっていうか愛おしくないですか？急いでくれたんだみたいな。わかんないけど、ね、可愛いですよね。まあ推しは皆さん何しても可愛いですよね。ね。あつ。ね。息しているだけで可愛い。そうですよね。ね。あ、ちょっとやめておこう。なんか皆さんはあとかあつとかちょっと戸惑ってるからやめておきますね。誤字してもカラオケで音外してもマジレスしても本当ですか？でもタンビは反省してるので気をつけます。はい。一口が大きくてありがとうございます。はい、マジで反省してるので気をつけますね。こんばんは、はじめまして、ありがとうございます。なかなっちゃう田辺ちゃんが好きです、ありがとうございます。まあ人間なので田辺も、悪い顔全然してないですよ、全然してない全然してない。面白いですか？田辺って何が面白い？ね、クラクション鳴りましたね。土曜日ですか？前髪決まらなくてコンデミッちゃん可愛いです。本当ですか？前髪が決まらないと一生鏡の前に立ってます。田辺は人の迷惑にかかんないようにわざわざ端っこに行ってもずっと前髪をやってます。そう、見た目はさ、ね、あのさ、そうこれね、この間お母さんとめっちゃ真剣に語ってたんですよ。真剣でもないんだけど、これを真剣に話す、真剣に話す田辺家ってちょっとはどうなんだろうって思ったけど、
ってなるかもしれないんですけど、タイベは思ってないや、ごめんなさい、日本語間違えた、そう思ったなったんですけど、なんかさ、頭悪そうで頭いいってめちゃくちゃさ印象いいけど、頭良さそうで頭悪いってさ印象悪くない？そんなことない？タイベ頭悪い、良さそうに見えてめちゃくちゃ悪いわけでもない、わかんないけど、まああんま良くはないから、そう、あ、親しみ感じやすい、そういう考え方もありますね。憧れの対象で見られて初めて聞いたんだけど、水木、それが、人次第でみっちゃんは大丈夫って思われてるはず。大丈夫と思われてない人もいるんですよね。まあそれはそう、ほとんどの方が心配してると思う、田辺のこと。足がしびれた、うん、おでこにつばつければ治る、前髪が崩れちゃう。え、タイベ全然お嬢さんじゃないよ。お嬢さんじゃないよ。どうして大きく息吸って、お腹いっぱい、品がある、田辺品、どこに品を感じますか？どこに品を感じますか？なんかよく言われ、お上品だよねって言われるけど、どこに品を感じるかわかんない。だって自分だと全然品ある、やばいやばいと思っても品ないと思って、まあ確かにキューキーにはもっとアホな子がいっぱいいますよね。まっすぐな背筋、本当ですか？確かにそれは言われるかも。言葉遣い、大丈夫そう、田辺さ、言葉遣いはめっちゃ気をつけてる方なの、めちゃくちゃ気をつけてる方だけど、まあショールームとかは割とボロが出ちゃうんだけど、ショールームは割とボロ出ちゃうんだけど、大丈夫そうですか？ネガティブなこと言ってない、田辺、本当？ボロボロです。ごめんなさい。反省します。おじさん、おじさまと言い換えていくんです。まあそうじゃないですか。本当はさ、お兄さんとか言った方がいいのかな。ディズニーみたいに。でもさ、あれだよね、口調さ、ちゃんとさ、まあ、ショールームでもちゃんとしなきゃいけないんだけど、あの言葉をさ、ちゃんと気をつけるのってさ、まあ、この業界にいるからには当たり前のことだから、そこはきちんとしないとなと思って。ディズニー行ったらおじさんって言われますか？お兄さんって言われない？わかんないけど、あ、お父さんかな、
お父さん。お兄さん。言わないですよ、田辺はお父さんって言わないですよ。もしディズニーとか夢の国とかに行った時なんて呼ばれますか。田辺のさ、ちっちゃい頃にさ、おばあちゃんと一緒にディズニーも行ったことある。家族で行った時におばあちゃんも一緒に行ったことあるんだけどさ、おばあちゃんがさ、おばあちゃんなんかお母さんって呼ばれることが多かったような気がするんだけど、一回さ、めちゃくちゃさ、素晴らしい太陽のさ、キャストの方がいらっしゃってさ、おばあちゃんのことお姉さんって言っててびっくりしてさ、田辺。どう見たってさ、どう見たっておばあちゃんだって、子供と孫がいるのに、お姉さんって呼んでて、さすがだなと思った。めっちゃびっくりしたけど、結構無理あるなと思った。だってお姉さんってことは田辺と同じくくりなんだもん。お姉さん、お姉さん、お姉さんたちこうして、こう、ここでこう並んでくださいねみたいな。そっか、夢の国では男の子と女の子なのかね。そう、人によっては逆効果にもなりそうですよね。田辺のさ、田辺のおばあちゃんは何もそういうの考えないタイプだからさ、あはーいみたいな感じだったんだけどさ、まあ喜ぶ人もいれば何それって思っちゃう人もいそう。難しいですよね、呼び方って。呼び方って難しいよね。難しいよね。あ、そう、田辺今日さ、ツイッターにさ、前のめりの衣装をあげたんですけど、めちゃくちゃ嬉しかった、着れて。やっぱめっちゃヒートテック見えてるやん。これは見えすぎや。前のめりさ、めっちゃ着たかったんですよね。好きなの、前のめりの衣装。見てね、みんな。ファンクラブ、もし入っていただいてる方は。キューキューみんな走って走る走ってない、キューキューみんな走ってない、キューキューみんな来てるので、コメントでさ、もう一度走ろうかって来たから走ってるって言っちゃった。まあ、走ってるっちゃ走ってんのはまあ事実だけど、いろんな意味で 頑張ってますよね、キューキュー。全然セクシーじゃないよ、田辺。このヒートテック、ま、一番あったかいやつ、マジでモコモコの熱いやつ着てる。寒すぎて、寒くない？最近。休憩生今みんな頑張ってるじゃないですか、みんな昇格して走ってるじゃないですか じゃあ田辺ね、無意識の色のさ、あれ着てみたいんですよ。いっぱい曲名が書いてある衣装。この間マキコさんとエゴさんが着てた衣装、あれ着てみたいの、田辺。
回は生のみずきちゃんに会いたいな。待ってるよ。たくもつまぎ走ってるよ。いいよ皆さん、あの言いたいこと言ってください。あのつまぎ、あ、言っちゃった。ファッションフォーユーなんちゃらこんちゃら。ほらもう皆さんがさ、そうやって言うからターメンも辛いって言っちゃったじゃないですか。ターメン言ったことないよ本当に、マジで。いつもファッションフォーユーって言ってる、 P4U って言ってる。これ言い訳とかじゃなくてガチで。みっちゃんが3曲選ぶとしたら何を選ぶ？今のところカットね、はい、話変えますね。そう、あのなんだっけ、みっちゃんが3曲するなら、ね、好きなんだ君が好きなんだを絶対入れたい。歌ったことないんだよね、かと思えば。何、正しい振りは分からないけど、軽くの振り、腰の振りなら分かる。カタオマイファイナリー大好きなの、やりたいの。田辺も片思いかかり、ふんふんふん、チャンチャンチャンってやりたい。ふんふん、告白しようか。だってさ、片思いファイナリーって本当に素晴らしい曲だと思うの。田辺はあんな感情が、感情移入する曲ってないと思う。カラオケ配信来た来た、しないですよ田辺カラオケ配信。精神きボロボロになっちゃうもん。だってさ、こないだのカラオケ配信も確かパッションフォーユーのさ最終日だったからさ、確か最終日だったよね。だからさ、メンタルさボロボロでも大丈夫だったけど、もうダメです。テレビは MV っていうよりあっちの方めっちゃ見てるんですよね。なんか歌番組に出てたやつとか、なんかのステージで踊ったやつ、そっちの方見ちゃう。 MV よりもそっちの方見ちゃうんですよね田辺。歌って踊ってる人が本当に好きだからそういうの見ちゃう。あ、そう、 M ステのやつやばいよね。もう鳥肌立ってたもん、それ見て。何回見たか。あれ田辺だけど結構再生回数稼いでるんじゃねって思うぐらい見てますね。あとなんだろう、3曲って言ってたよね。あと2曲はなんだろう。でも花の香りのシンフォニーもすごい好きなの田辺。花の香りのシンフォニー、ふんふんふん、花の香りのシンフォニーもめっちゃ好きなんですよね。あ、そう、あとやばい、田辺めっちゃしっとり系が多いかもしれない。元気系も好きなんだけど、なんだっけ、片思いファイナリーじゃなくて、もし君に好きと、あ、流星群、それだ。
それがすごい好きです。流星群とシンフォニーと片思いバイナリー。いや本当だ、どっちもエゴサンセンターだ。だって田辺あやカーニバルでさ、なんかなんだっけ、シンフォニーじゃないな、流星群歌ってる時にマジで泣きそうになったもん。泣きそうだった、もう涙がここら辺ぐらいまで溜まってた、感情こもりすぎて。しかも本番でさ、人がさいっぱい見てるところで踊ったりすると余計感情移入しちゃって泣きそうになった。練習の時いい曲だなと思って泣きそうっていうか、すごい感情こもることはあるけど涙が溢れるぐらいまではこもったことないけど、初めて。泣いてもええんやで。たび人の前で泣きたくないんですよね、できるだけ。泣いちゃうけど、なんだかんだで泣いちゃう。こらこらみんな、そういうこと言わない、パッションフォーユーって言うんだよ。ね、秋元さんは本当にすごいと思うの。そうやってね、なんかのねやつにねあだ名をつけるとね、もうその口癖治らないですよ。P4U。 P4U っていうの、 P4U、 P4U だよね、パッション 4U だもんね。なんだかんだ得意だからパッション 4U しかない、いいじゃないの、素晴らしい。まあまあみんな、まあまあまあ、そうだよね、何年もあるもんねこのゲーム。そんなゲームに田辺は今回もさせていただくんですけど、皆さんいただくんですけど、皆さん頑張りましょうね。プライベートメンバー、え、 P4U、 パッション 4U、 タイプパッション 4U、 P4U ってなんか打つのが大変だから P4U って言ってるけど、パッション 4U って言ってたので。田辺もさ、雑誌に載りたいんですよね。前回のが嬉しかったから。美少女ありがとうございます。え、田辺めっちゃ筋トレしてますよ。なんかもうここ最近割とやって、なんか踊る機会がちょっとないから頑張ってます。
まあお母さんを喜ばせる、まあそれもそうなんですけど、もっと知ってもらいたい田辺を。あ、こういうの発信すればいいのか、ツイッターで。そう、たぶんいろんな人に知ってもらいたいんですよ。本当にそれは思ってる。もっといい状態で撮りたいけど、次もし撮るってなったら。前回よりも。うん、一度きりではダメですよね。頑張りたい。もしさ、前回1位になった、前回1位になったからいいじゃんと思ってる方いるかもしれないけど。やだ。縫いたいもん。うん、あ、刺しちゃった。はい、反応しないように頑張りました。もうほんと変われるよね。ほんとごめんなさい。え、田辺はもちろん全然実力とかいろいろそういうのを比べたら当たり前ですけど、まあ、8時超えたけど話しますね。そう、当たり前ですけど常に1番を目指して頑張ってますよ。なんか超えられないのは分かってるけど、先輩とかはやっぱさすがだから超えられないのは分かるけど、なんか超えられなんか1番っていうか何かしらで目つけてもらえるように頑張ってる。うん、2位じゃダメです。1位がいい。でもあんまりさ、1位がいいって言いすぎるとうるさいと思われちゃいそうでさ、ちょっと最近言えなくってどうしようと思って。もし時間に余裕がある方がいらっしゃったら、なんか1位なんかパッションフォーユーの応援画像みたいなの作ってくださると、田辺もいろいろそれ使いたいなと思って。2位じゃダメなんです。だってさ、1位か2位しか入れないイベントで2位ってなんか悔しくない？1位がいいだったら。ちょっと今さ見ている方が多いから言っておこうと思って。テレビも本当は競争とかあんま好きじゃないんだけど、本当はすごく好きじゃないし、強いな、全然強くない。こんなこと言って今めちゃくちゃ不安ですよ。大丈夫かな、言っちゃった。後悔まではいかないけどどうしようと思ってる。でもそれを言ったらなんか負けな気がするから言わないようにしてるけど、タミもさ人間だから何も思わないわけではないね。はい、なんかさもう手の動きでバレちゃうよね。ごめんなさい。だってさ一生同じこと言ってくるんだもん。ターミがあえてスルーしてるのに。
大丈夫だよ、ちゃんと名前確認してからやってるから。アバターで覚えてない、田辺名前で覚えてる。笑っちゃうんだよね田辺、黙ると笑っちゃうんですよね。タイベのさファンの皆さんみんな優しいしさ平和な人が多いからさ、だからこそ余計こういう言葉が意外と刺さっちゃう。田辺トクちゃん、照れるぜ、ほんと。じゃあリフレッシュ、ちょっと食べる、これミンティア食べてリフレッシュします。優しいですよ皆さん。平和に生きていこうよみんな。そうだから頑張りたいんですよファッションフォーユー。頑張りましょう、頑張りましょう。タイベミンティアの中ですよ、このミンティア好きでよく食べてます。うん、バイングしないでバレてたタイベはどうなんだ。タイベもタイベもショールームとかあれでいろいろ頑張ってますミンティアでかぶってますか。本当フレームアウト戻ってきました、来ました。なんか最近噛んじゃうんだよね、矯正してるからめっちゃ噛んじゃう。でも優しくないよ。泣かないで、泣いて、それは泣いていいってことですかでも多分泣きたくないの人前で。静かになったごめんなさい。そうタンベね、そうタンベはねフレームアウトしてからコメントを読んでるんですよ。フレームアウトしながらコメント読んでるんですよそうちょっとセミコ暮らしに今ハマってるからセミコに暮らさせてください。え本当に優しい。
待って、まつげ何本ってどういうこと、まつげ何本ってどういうこと、数えたことないんだけど。まつげ何本ってどういうこと。まつげめっちゃ謎。数えてみ、分かった、数えてみます今。ちょっと待ってね。で今ねマスカラをしてるからちょっと束みたいになってるんですよね。え、ちょっとググります。人間とまつげ何本なんだろう、気になるんご。皆さん何本だと思う、まつげ、人間とまつげ何本だと思いますか。今田辺調べて、皆さん調べちゃダメですよ、田辺グーグルの先生ですから。はい、100、うん、大体合ってるな。上がね、あー待って、じゃあ今度下は、下は。ありがとうございます、初見の方がドンとくらい。ありがとうございます。サンキュー。下は何本だと思いますか。あー結構5本。ね、正解はですね、上がね100から120で、下が30から40だって、大体の人がね、嬉しいですよ。タイムも初めて知った。下30から40なんだ。え、でも下ってスカスカじゃない？タイムも上に比べたら、タイム下さ、まつげ塗らない人なんだけどさ、下スカスカなんだよ。塗ってないからまつげ見えないけど。あ、結構あるっていうこと。上が120本なんだ。でも男性の方多そう。だってメイクとかして別にまつげそんな触る機会ないじゃないですか。頑張れば数えられるね。え、でもさ、数えたらさ、あれじゃない？数えてたらさ、まばたきしたら終わりですよね。もう全部終わりじゃない？はい、戻ってきました。田辺の顔大丈夫そう。あ、大丈夫、ありがとうございます。はい、ということでちょっとこのまつげの話は終わるんですけど、まつげの話は終わるんですけど、なるんですけど、ファッションフォーユー頑張りましょう。田辺も今日も本当は正直めちゃくちゃ悔しくって、なんかブログ書いたんですけど、ブログも結構ちょっと後から送ってから後からめっちゃなんかあんま内容がないスカスカなブログを書いちゃったんだけど、今日のなんか速報について。頑張りましょう皆さん。なんでまつげの話になったんだ。なんか優しい方が、ん？そう、優しい方が
そう、優しい方が多分気をきっと気を使ってくれてたしと噛んじゃった気を使ってくれたと信じてるんですけど、優しい方がまつげまつげ何本みたいな言ってくださったので、それに対して答えてました、ね、ありがとうございます。そう、話題の転換をさせてください。ありがとうございますね。ちょっとさ、前髪の話やなんかさ、多分皆さんの中で気を悪くするされる方がいるらしくて、あんまよろしくないみたいな感じなの、なんとなく感じ取ったので、前髪の話はちょっとやめておきますね。この間さ、ツイートしたらさ、返信みたいな、リプ返みたいなのでさ、リプ返多分コメントみたいなのでさ、そんな前髪ありませんみたいなコメント来て、なんか悲しい気持ちにさせちゃったのごめんなさいと思ったから、ちょっと言うのやめてきますね。ね、皆さんデリケートなので、髪の毛はデリケートなので、まあネタなのももちろん分かってますよ。はいはい、分かってますよ。まあ、ただでも自虐ネタだっていうのはちゃんと理解してますね。結構言うごめんね、これがターベン結構言っちゃうんですよ。でほんとさ、自分でも気づかないうちに結構言うからさ、危ないんですよね。最近分かったの言うって、前からなんか結構意外となんかふわふわしてるけど、意外となんかグサみたいなバサみたいに言うよねみたいな、なんかでもそれ自分で気づかないから怖くて、最近気づけるように頑張ってます。服クレヨンしんちゃんのパジャマ、本当にやばい時全力で止めてください。まあそんなやばいことは言わないと思うんだけど、ファッションフォーユーの話に戻りますね戻りますね。そう、ファッションフォーユーを、じゃあショールームはこれからちょっととりあえず整理をしようとりあえず整理をしよう。ファッションフォーユーはのことなんですけど、ショールームはあのこんな感じで緩く話す感じの方がいいですよね。皆さん多分聞きながらダンスとかしちゃうとそっち見ちゃうから、聞きながらの方がいいからそっちの方がいいですよね。こういうこそっちじゃないこっちみたいにこうのんびり話す方がいいですよね。そう、時は戻そう。はい、じゃあショールームは今まで通りできるだけ毎日やりますね。あののんびりお話しする方、パッションフォーユーで目標達成した時の公約はアイス会をしようってなった。なんか一回カフェ会っていうものをしようと思ったんですけど、なんかもう寒い時期になっちゃって、本当にタイベが悪いんだけど寒い時期になっちゃって、家に持って帰るともう冷めてるんですよね。だからアイス会をしましょう。アイスを皆さんで食べましょう、まあ、アイスじゃなくても、まあ、ケーキとかでもなんかそういう、まあ、タイベはコンビニでペッて買ってくるとかそういうのしかできないけど、どうぞアイス会のアイス無限に食べてください。皆さん食べは1個だけど、話さなきゃいけないか1個だけど、皆さんは無限に食べてください。
何でもいいです。ガリガリ君でも何でもいいです。あー、アイスケージ、はい、頑張ります。今日は食べちゃった、でもどうしても食べたかったんで、今日アイス絶対食べてやると思ってたからでもアイス禁止、うん、やっぱごめんなさい、アイス禁止は無理なので、皆さんで一緒に、ほらやっぱりみんなでさ一緒にアイス食べた方がさいいじゃん、アイス食べた方がいいじゃん、だからアイスは一緒に食べましょう。やばい、意志弱すぎだよね田辺、ごめんね。そう、田辺我慢すると爆発するタイプだからさ、ちょこっと食べないとダメなんですよね。しかも田辺ってさ、それを食べないと気が済まないみたいな、他ので我慢っていうのができない人間なんだ。仕事終わって今来た、おっつ、そう、爆発しないためにもアイスは食べたいですね、はい、まあ、あの皆さんでアイス会ってことにしましょう、はい、マジ意思弱い、ごめんなさい。じゃあそうそうそう、なんだっけ、話を戻そう。そう、アイス会をしましょう。それも2位以内だったらアイス会をしましょう。3位とかだったら皆さん個人で食べましょう。田辺は食べます。3位より下でも食べます。2位はない、どういうことだろう、1位ってことかな、いい風に捉えれば、ね、宣言していくか、多分もう宣言していくスタイルでいくか、なんかその公約違う気がする、いいの、こういう公約なの、田辺なりの公約なので、他の人は普通こうじゃないっていうのは、田辺は普通じゃないからこういう公約でいきます。会をしないだけですね、はい、食べます、絶対食べるごめんなさい、絶対食べるはさすがに草ですね。そうそうそう、笑顔でいいこと言うじゃないですか笑顔で食べることがさ、そう、皆さんとおいしいねって言いながら食べることが公約、そう、おいしいって喜びながら、そうそうそう、おいしいアイスにしなきゃ、そう、そういうこと、そう、タラビはね、今日ね、このハーゲンダッツのアイスを食べたんですけど、まあちょっと塩気があるアイスだったんですけど、やっぱしょっぱかったんですよ、一人で食べたら。やっぱ皆さんで食べたら甘くなると思うので、はい、皆さんで食べましょう。ごめんね、本当に食べたかったの。絶対このハーゲンダッツ食べると思ってて、今日絶対食べると思ってた、はい、うまい、おいしいアイスを楽しくね、はい、笑顔で食べましょう。これはあと残りが中間発表と、中間とあとなんだっけ、マジで食べたかった、絶対昨日の夜から、もう昨日っていうか一昨日くらいからこのアイス食べるって決めてた。そう、はい、戻します、なんだっけ、そう、中間発表と最後のね、もう最終結果みたいなのでアイス会をしましょう、1位と2位だったら、はい、皆さん分かりましたか、
みかん買ってきた。あ、ほんと？まあ今食べてもいいですし、アイス缶に備えて冷凍庫に保存しておくのもよしだし。はい、中間にもアイスがあります。なぜならアイスが食べたいから。田辺がアイスを食べたいから。ごめんなさい、田辺のわがまま。はい、なんかあるっけ、あとなんかあるっけ。ごめん、田辺、話すこと忘れちゃうんだよな。そう、中間も最終もさ、美味しいアイス食べましょう皆さんで、ね、なんかすごいアイスを目標にやってるって感じだけど、違いますからね。目的は雑誌に田辺が載せさせていただいて、もっとたくさんの方に知っていただくっていうのが目的ですから。なんか話ちょっとずれてごめんなさい。アイスを食べることに熱が入りすぎた、ごめんなさい。アイスよりももちろんそっちの方が大きいですので、アイス以外でもいいですよ。ケーキでも何でも何でも、美味しいものを食べましょう。本当の目的、本当の目的は雑誌に載ってたくさんの方に知っていただくこと。ほら皆さんやっぱ今頑張ってる、そうめちゃくちゃ思うし、毎回言ってることなんですけど、このやっぱこの期間皆さんめっちゃ頑張ってくださってるじゃないですか。今日もさ、休日でさ、ずっとこう多分こうやってくださって、ポチポチポチってやってくださった方もいるしさ、たくさんいるじゃないですか。なんかそういう方の努力をね、無駄にしたくもないんですよね、田辺。お仕事とか学校で忙しい中頑張ってくださってる方もいると思うか、そういうのも無駄にしたくないから頑張りましょう。やばい、人ヒートテック見てた。そう、まあ全然多分ツイートする記録記録するツイートしてもいいし、しなくてもいいので、もしなんか田辺にちょっと頑張れが欲しいなと思う方がいらっしゃったら、みっちゃん、田辺今日ハッシュタグ間違えたんですけど、消そうか迷ったんですけど、そうみっちゃんとみんなの BOG 計画2です、2がつきます。2の方でツイートしてくださったらいいねとか、はい、頑張ってるのに、はい、SNS で熱意を言います。はい、あとまあ田辺も、え、田辺さ、ツイッターで毎日画像上げてるけど大丈夫そう？なんか癒されてほしい目的で上げてるんだけど大丈夫そう？7000人超えた、やば、ありがとうございます。あ、癒されまくってる。あ、本当癒されます。可愛いで、ありがとう。そう。そう。じゃあ、そういうツイートもしますね。ごめん。なんかもう一つお願いしてもいいですか、田辺。その、パッションフォーユーの、その、ゲームを頑張ってほしいっていうのと、もう一つお願いしてもいいですか。そんな難しいことではないんですけど、いいですか。あの田辺がツイートした画像を多分リツイートすると、他の方、その皆さんフォロワー多いじゃないですか、何百人まあいるじゃないですか、の方が見てくれるってことは、多分たくさんの方に知ってもらえるってことだと思うから、いいねとリツイートの方よろしくお願いします。それだけ。多分いいねも嬉しいけど、めちゃくちゃ嬉しいけど、リツイートの方が絶対確実に回るので、はい、頑張りましょう。
うん、全然、そうそう、ピッて押していただけると、そう、地道に、そう、地道に田辺拡散計画進行させていきましょう。で、周りでもしパッションフォーユー、誰に投票しようみたいな感じの方がいらっしゃ、勝手に一つ、もう一つお願い追加しちゃったそう、いらっしゃったな、みっちゃん、みっちゃんにみたいな感じで言ってくださると嬉しいです。え、フォロワー少ない多い全然関係ないですよ。だって見てくださる方が一人でもいるなどすごいじゃないですか。ありがとうございます。頑張ろう。もちのろん、ありがとう。本当皆さん優しいですよね。ありがとうございます。田辺もね、田辺さ、でも結構メールとかでさ写真送ってるから割と写真がなくって頑張って、まあ解禁されたのとかもを頑張って出してるので、ちょこちょこの出していきます。なんかそう、そう、でもツイッターの写真、その写真は誰か他のメンバーと一緒の写真を載せると多分ちょっといろいろ面倒くさくなっちゃったりもすると思うので、なんかこの子そういうつもりがなくて、田辺は普通に田辺が写ってるか載せてるだけでも、なんかその写真を見たファンの方が、他のファンの方が誰々ちゃんはみっちゃんのこと、みっちゃんのことを応援してるんだとか、いろいろそういう感じになっちゃうと思うので、田辺単体で載せていきます。はい、ごめんね。そう、なのでだからいつも単体の写真が多いんですけど、多いっていうかにしてるんですけど、難しいですよね、そこ。タイムをね、そう、メンバーとの写真だっていっぱいあるんですよ。個人の単体って意外とない。だからそう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 、なので、はい、お願いします。それぐらいかな。あとはもうない？アイスへの情熱。そしたらなんか余計協力してああ、まあこの企画に挑むにつれてのツイートをしっかりしたいと思うので頑張りたいと思います。ツイートしますね。アイスへの情熱はマジで草ですよね。本当にアイスへの情熱はこんな語ってるけど、本当にガチで、ガチで、これは本当にガチで、あんまガチでって言うと信じてもらえないけど、ガチで10割中1割だけです。はい、それが1割もないな、1割の4分の1ぐらい、本当に。なので頑張りましょう。まあ一旦アイスのことは置いていただいて、アイスはまあ、まあ、みんなで食べたらいいねみたいな感じにして、してみたいな感じで、まあ基本的にはまあもっと、うん、そう、田辺を広めたいみたいな感じですね、目的は。でもまあ目的は何でもいいです。私はみんなとアイスが食べたい、そう、それでもいいです、いいんですけど、頑張りましょう、上を目指していきましょう。
ごめんなさい、今日もうそろそろ配信終わろうと思うんですけど、ごめんなさい、今日はちょっとね、悔しくって、ずっと悔しくって、どこに感情をぶつければいいか分かんなくて、ずっとタナメもって感じだったんですよ今日。だからそう、まあ私、ちょっとまあトゲのある言葉言う方もいらっしゃって、ちょっと、まあ、気持ち弱ってたのもあってやったんですけど、はい、頑張ります。ごめんなさい、迷惑かけて、心配かけてごめんなさい。気晴らしになった、ありがとうございます。田辺がさ、気晴らしにする側になったのに、気晴らしにさせちゃう側になっちゃった、ごめんなさい、ごめんなさいね。うん、もう泣かないよ、もう泣かないよ。そう、レギアップした、ほんと、はい、今日はこの後やって風呂入ったらちゃんと司会に、今日寝てない、寝てないから、まあなんか感情コントロールできてなかったのかな、それもありそう。ちゃんと寝ます、頑張りましょう皆さん。そうで、田辺は今日着るって言ってパジャマを着てるんですけど、あんま見えないので後でちゃんと自撮りをしますね。こう見えて、田辺前髪も固めてしっかりセットしてる。そう、皆さんも体調だけはしっかり、寒いのでね。田辺はね、ワンピースを見ながら、ワンピースに激ハマりしちゃって、そう、またワンピース熱が出てきちゃって、ずっと見ながらやってるんです。ネットフリで見てます。ネットフリやら、録画したのを DVD にしたのがあるので、それ見たりとか。あ、そうですよ、え、嬉しい、カミングフレーバーの子なん、子なんです。そうそうです、あやカーニバルに出させていただいた水色の人間です。ありがとうございます。ワンピース漫画も読みたいんだよな、読みたいけど、読みたい、我慢、ちょっと。そう、握手会でもなんかあやカーニバルで見て全然知らなかったんだけど、なんか初めて握手来ましたって言ってくださる方がいました、嬉しい。バルトロメロ、噛んじゃった、バルトロメロのモノマネさね、あ、待ってますよ、なんとかだっぺっていうんですか、待ってますね、楽しみに、はい。グラビア表紙に俺は乗る、あ、はいはい、そういうことかはいはい、そう、海賊王に俺はなるみたいな感じ、そういう強い気持ちでいきたいと思います俺は乗るって言ったから、あってなっちゃった、はい、ありがとうございます、乗りますね、頑張ります、はい。ありがとうございました、ソウルフィーフに、はい、ありがとうございました、頑張りましょう、パッションフォーユー、ありがとう、バイバーイ、おやすみなさい、バイバーイ。